ただいまより内閣委員会総務委員会連合審査会を開会いたします。先例によりまして私が連合審査会の会議を主催いたします。デジタル社会形成基本法案、デジタル庁設置法案、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案および預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案、以上5案を一括して議題といたします。5案の趣旨説明およびデジタル社会形成基本法案の衆議院における修正部分の説明につきましては、お手元に配布いたしました資料によりご了承願い、その聴取は省略をいたします。これより質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言を願います。三浦靖君。